なんですかこれは。今のでカラテのトレーニングをやってるんですよ。政権で手の動きって早いですからね。少しこれは特別なんですよ。もうそして歩いたらヒゲだって隠れんじゃないですか。あの柔道で真後ろにコロンと隠れんじゃないですか。全身使ってますから、80度ターンをしてしゃがみ込んで、そこで深呼吸。おなるほどなるほど。匂いの程度、まあ右手なんじゃないですか。右手マスターね。結構下飲もうとか。そうそうそう。普段あの腰も回ります、ね。エビジャンプですね。なるほど。これはでも確実な方法で。まっすぐだ。ああ。すごい。すごい。これも。見落としてやって頭から全面上位面積が少ない格好で行った方が上がしちゃう。ご覧ください。おう、来た。船側を自分から最も切り離せる方法は、お尻を叩きながら横向きに走るです。まず前向きに走った場合ですが、移動する物体の後方には空気が巻き込まれていて、なかなか体から離れていきません。したがってなかなかおならも体から切り離せません。一方横向きに移動すると、おならは体の後ろに巻き込まれることなく、後ろの方に流れさせていきます。したがって体から切り離すことができます。また衣服の内部にはおならが付着しているので、それを除去するためには手で叩き出すことが有効です。叩きみたいな。したがってお尻を叩きながら横向きに走るという方法が最も効果的なんです。